もうレッドキング相手に有効な技が欲しいからね。そうだね、レッドキング系のやつらに。初ビクトルか。うん、期待はできるんじゃない。尻尾の動きが同じなの回し方が。確かに骨格が近いそうね。あ、いいね。3000だよ。3000乗ると、うん、トレーニングでレベル2になるんで。ああ、確かに効率上がるのか。また、ね、うん、ゆきんこ山は縄張りにはしてないけど、うん、いいと思うんですよね。ああ、いいねいいねいいね。おおおお、大成功。おすごいすごいすごい、いいね。どうだ、あと技だ、いくぞ、ほい、てい、うん、すごく成長した。ダメっぽい。ダメか、ダメだ。あ、まあ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 、まあそういうこともある、うん、あ、っていうか誕生日飛んだかも。あ、ほんとだ、8月3週だよね誕生日、うん、このタイミングでコメント来るんだっけ。いや、来なかったんじゃない、来たっけ。さすがにスロット解放されないはないっしょ。されはするだろうけど、あ、俺が心配してるのは歌の方なんだけど。 あ、 あ、一切良すぎたから新しい特徴が覚えられるんじゃない。ああ、誕生日イベントないな歌いたかった、歌いたかったな。そっか、じゃまた今度まあ来年ね。じゃあクッキーね、2つ目のスロットじゃない、3つ目か。3つ目、3つ目に何をつけるか。そうなんだよね、タイラント2個とかは無理なんだもんね。そうだね、タイラント2個は強そうだまあ戦闘に効果あるやつですか ね、 あ、まあ、グドンは結構ありかなって。1つ目の候補グドンかな、うん、触覚放電との相性がすごい良さそうじゃない、うん、命中高いからね。そうそうそう、で、まあ、インペライザーよりはグドンかなって思ってる。うーん、 20% 以下にぴったりって多分あんまならないじゃん。そうね、そんな丈夫じゃないからさ、うん、結構 50% とかから一気に削られちゃう可能性も高い気がしてて。そうね、 20% ちょっと絶妙なラインですね、うん、そうそうそう。 30% だったらまだあれだけど、 20% だとね、 20% 以下になることがそんなにあるかっていう心配があるから、うん、まあ、安定してんのは、うん、グドンの方ですね。グドンかな。あとはシンプルにサンダーキラー、うん、これ威力の上がり具合によるかな。これちょっとさ、あのミクラスヘルカスタムを実験台にどの程度上がるかを見るとかは。じゃあ、まあ、うん、検証といきますか。検証だね。ちょっと倒せるまで触覚放電を打たしてもらって、うん、一発あたりのダメージを出そうか。サンダーキラーなしの状態で、はい、触覚放電の威力をちょっと見ようと。胸を借りてね、はい、大先輩モンゼツミクラスさんのね、モンミクさんに、うん、じゃあ打ちますよ、うん、よけ回避高くないはずなんだけどな本能でよけてしまった。もうほい、どうだ、212、硬いねミクラス。219、まあ、こんぐらいか、200ちょいだね。228、あ、270も出た。なんすかね、うん、結構幅があるね。クリティカルじゃないもんね今の、うん、255、まあ、今んとこ212から270。今度は賢さが120上がってサンダーキラーがついたセプキンゴン V2、うん、の触覚放電の威力を見ようと。どんぐらいいってほしいダメージ量。まあちょっと賢さアップと合わせて 1.5 倍、 1.5 か、300以上、うん、はいはい、うん、300から400ぐらい。アベレージで300以上になったら結構、そうそうそう、でかいなって思ってる、ね、お、どうだ、あー、 あー
一番低くて210とかだった。ああ、まあこれクリティカルか。300ね。270から284。避けるね。あと2発撃てるかな、これ。どうなんだろう。正直俺、初代セプ V の、近接アップとかの時から、そんなでもないかなっていうのが感じてて。実際やってみて、210から270ぐらいだったのが、270から330ぐらい。そうね。まあまあまあ、ずっとね、恒常的に上がるからね。ね。地味に、幅はでかいのかもしれないんだけど、あとなんか動画的な絵ですよね。俺が気にするのは、ね、まあ。地味は地味。まあ、グドンにしますか。グドンですかね。グドンね。ノーリスクで回復できるから。やっぱしかもね、命中高いからね。そうそう、命中 S とグドンのシナジーがすごいと思うのよ。いきますか。いきましょう。じゃあ、グドンで。で、もう1年戦って、3枚目、これが欲しいなっていうのを決めよう。最後のやつね。じゃあ、2枚目、クッキーはグドンでいきます。はい。ポンポン。いいですね。サンダーキラーも多分地味に強いんだろうけどね。そうね、で特に能力が上がれば上がるほど強そうではある、まあこれでじゃあ、C ランクで余裕で勝てるように、ね、そうだね、少し育成ですかね、C ランクをステータスで15,000〜16,000ぐらいいったら C ランクは突破していいかな、今日はこんなもんにしますか。こんなところですかね。だいぶプレイ時間としてはあるよね。プレイ時間はだいぶ動画にした時にどうかなっていうのはあるけど、はいはい、ちょっと久しぶりですね。そうね、こっからまた別日収録になるんですけども、はい、やりたかった。とりあえずロード しようか。そうだねとりあえず、ええうわ、ゼップキングオン V2 ね。いいね、色合いがいいよ。ちょっと呼んでお話とかしつつ。確かに、まあ、収録タイミングごとにいつも対戦をしてると思うんですけど、してましたね。今回ちょっと違う感じでやろうかなと思って。お、我々の共通の知人、はい、時々うちらの動画にも 0.01% ぐらいの確率で来てくれるおなじみゾノさんという方がいますけど、いますね、ゾノさんもこのゲームやってるらしいので。あ、そうなんだ、うん、彼が作った怪獣を俺が使って対戦しようかなと思っていて、うん、ちょっといろいろやり取りをしてたんですけど、うん、ちょっと手違いで全然ステータス合わないやつが どっち方向に合わなかったの。強すぎるあいつクリア後とかなんじゃないの。ちょっと今もう戦えないなっていう感じなのでセプキングオン V2 が育ったらちょっとそのタイミングが来るかもしれない。なるほどねなかなか難しくてね、戦えるレベルになったらじゃあそのあれ強いな注文出せよいや、何ランクまでとか、ね、合計いくつぐらいでとか3体送られてる全部強い全部強いちょっと後ほどというそれはね、うん、俺はオファーする側の落ち度だと思うよ。まあ手違いです俺も失敗したなと思ってますねということなので、はい、まあ普通に育成から入ると。あ、かしこまりましたよ確かに、うん、で C 上がって、うん、勝てなくはないんだけどちょっと辛いんだよね、うん、攻撃のバリエーションが少なすぎるんで、うんうん、技とかを覚えて他の戦法も作っていきたいよね。そうね、みたいな感じだった。今のところ勝ち筋が1個しかないっていう感じなので。
今 V2 が1万2000ぐらいで、うん、C ランクだと大体他のやつらが1万4000ぐらいになってくるので、うんうん、まあ、ね、噂が優秀なんでね、1万4、5000いけば余裕を持って勝てそうな気はするけど、触覚放電が強いんだよな。それが強いんだよね。で、技覚えて、うん、その下の電波、はいはい、それまだ一回も使ってないと思うんですけど、ガッツダウン技ですね。ガッツダウン技ね、うん、覚えたんで、これも使ってみたいけどね、まあ、距離の技が欲しいよね。この距離でしか、で足もそんなに速くないんだよね、セプキンゴンは。そうだね。はい、じゃあスピード杯、ね、初見の大会ですね一応、うん、スピードを追い求める大会だから回避が高そうだな。スピードカプセルは寿命減らないやつだっけ。いや減ると思う。カプセル系は減ると思うんで売却でいいんじゃないかな。じゃあ売っちゃおうか、うん、寿命を最優先でいきたいね、うん、なんか見た感じはあんま早そうじゃないけどな。アースパワーは確か勝ったんだよな、うん、あ、うん、ステータスも似たか寄ったかだね。ライフ丈夫さ特化のやつには相性があんまり良くないっていうのが分かってるので、うんうん、ガッツでガッツダウン技ではめたいね。そうだね、うん、技を打たせない立ち回りがしたいね。ちょっとそれでいってみますか、うん、今回は。じゃあせっかく覚えたガッツダウン技の電波を使っていきましょうか。う、ね、技どうやって変えるだっけ試合中。カーソルをその距離に合わせて上下です、うんうん、あ、上下か。はいはいはい、命中高いからね、全然、うん、相手の命中がこうか。じゃあちょっと相手のガッツがどれぐらい下がるか見ていてくれ。ああ、ちょっと近づくな。電波6割なんだけどな。ねえ、命中高いんだけどな。もう一発、いや、マジか。いや、しかし一発は当てたい。そうだな、触覚放電の命中 S ってやっぱすごいんだな。ゴルザヘッドバットだと。避けろ、かわせ、ナイス。ああ、避けてない、やばい。ちょっと待って待って、クリティカルかるか。やばいやばいやばい、あー、やばい、え、普通にやばい、普通にやばい。ナイス、避けた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 。ガッツはすごい。あー、それじゃない、麻痺、麻痺ってるぞ、うんうん、どうだガッツダウンプリは。お、どんぐらい下がった、まあ、元が10ぐらいしかなかった。あ、23、いいね。あ、触覚放電だね。そうだね。あー、撃って、撃ってくれ。やばいやばい、時間がない、時間がない。撃て撃て撃て、当たる、よーし。危ねえ。いやー、運悪いな。これが負け筋だよね。要はね、うん、6割をね2発外したもんね。そうそうそう、前半戦で当てたいよね。当てたい、ね、うん、当たっても6割2発外して意味不明も2回出たからね、うん、そうだな。よう勝ったよ、むしろ。ほんとそう。ああ、そう、セブキンゴンはあれですよね、クッキーで3回当てたら回復をつけたから、うん、あー、あー、何それ。それを狙おう。当てよ当てよ当てよ、直下ゴーデン3発当ててくれ。1割だからね、うん、いやー、うそーん、連続連続連続3連続当てたら、あー、まあまあ、まあ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 、勝てそうではあるが、もらうなよ、もらうなよ。ナイス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 、危ねえ。うて、うらー、あー、あーあーこういうことよ。どんぐらい回復した？え、何割ぐらいだろう。あ、分かんない。20-30% ぐらい回復すると思う。それは強い。だって青まで持ってったよね今。マジか。じゃあもう触覚放電1本でよくない？ただそれだと触覚放電が通用しない敵が来た時に困るねっていう話ですよね。そうね、こういうステータスの相手よね。そう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 。じゃあ3発連続当てを狙ってみるか。ちょっとガッツも貯めてね。3割、あ、ちょっとさ、もらいすぎだね、攻撃を。いや、ちょっと下げたいね。いや、下げたいんだけど、体力回復もしたい、うんうん、ちょっと触覚放電を。あ、
避けて、いやマジか、危ない、やばいやばいやばい、あああーマジかちょっと運が悪すぎるな、やめて、いやそんなことある、え3割3発もらった今、そうだな、うわあ、初ノックアウト負けだな、大丈夫かね、怪我さえしてなきゃいいけど、ここまで、ああ2勝が3体か、うん、同率でしかも3すくみだね、直体この場合、ああコスモになる、ね、コスモトになるのかな、目玉シーンは出てこないのかな、うん、おい回復しちゃうな、そのしちゃうね、まあしゃあない、じゃあ電波、命中率が低いな、電波威力も低いし、そうだね、あんまなんか頼り、あ弱肉強食って なんとも何回でも出るんだ、うん、じゃあへえめっちゃいいなね、あーちょっとはい近い、うん、まあまあまあ当たらなければどうということは、ね、全くその通り、当たったからね3回で、ねえ、うん、3分の1、うん、3回は27分の1ですよ、やったらこうなるはずなんだよ、そうそうそう、これなら回復もあったからたとえ一発もらっててもいけたんじゃないかっていうことよね、うん、そうだね、うん、よし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 、ナイスー、まあでも運悪い時はやっぱ怖いっすね、回避も抜群に高いわけじゃないもんな、そうなんだよね、まあステータス上がったのは素晴らしいね、再び大会、はい、この光のお守りを得た後の金のメダルが何なのかっていう、うん、ところでもう一個上がると闇の指輪が手に入るんだけどね、それも気になるよね、金のメダル、まあ多分換金アイテムかなという気はするけど、うん、気になるよね、気にはなるので出てみましょう、うん、まあ、ステータスも上がるしね、うん、フレンドリー杯に、あ金強いな、怖い技持ってんな、電波中心で近距離技を打たせない、この消費ガッツが大きい技を、うん、ね、あ完封はできないじゃない、マイナス20ぐらいじゃん、そうだね、しかも66バトルができるよ、まあ、1回勝った、ね、ああなるほどね、まあオートでやって勝てるほどではないと思うんだよね、まだ、うん、単純なステータス値で見ると負けてますね、うん、そうそうそう、いや、苦手タイプ、ライフがすごい、うん、ゴモラレッドキングタイプのステータス苦手だからね、いやーゼロシュート結構当たるよ、4割ぐらいあるよ相手、麻痺、近距離怖い、あーナイス、今だ電波だ、いいね、うん、ここの電波はいいね、うん、やったー、うわー、いや、 しかしやっぱ近距離きついな、きつい、次当てさえすれば回復するから、触覚砲弾当てよう寄れない、当たって当たれ、よしよし、めっちゃ回復する、そうでしょ、いやでも回避も下げられたぞ、どんどん打とう、もう触覚砲弾、そうね、もう一発当てればさらに回復するから、さらに回復するから、ナイスナイスナイス、危ねえ、怖い、しかしこれでやったー、よーし、すごい、ジェネリック弱肉強食2回でほぼフル充電だね、うんうん、は時間稼ぎ火炎、時間稼ぎ技も欲しいよね、わかる、鉄拳更新弾ね更新鉄拳弾なあれ受け継ぎたかったな、セップから、あれなんか6、7秒使うもんね、全セップから、そうね、下手したら7、8秒、うん、10秒弱いけるからな、あれで、しかしこれつけてよかったね、弱肉強食強いよ、強いね、うん、
それ狙いの戦略が立てられますよね、うん、これ命中技大事じゃない、もしかして。大事、めいちゃんの修行かね。そっち行こうか、ね、うん、ガッツダウンとか大ダメージよりその方がいい気がしてきた。ゲッガー、はあ、もう一発食らうとまずいな、うん、ちょっと早いとこ弱肉強食を発動させよう、相手がまひっている間に。うわ、やばいやばいやばい、当たれ、ナイス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 、これで一発は耐えれるか、うん、ちょっと距離を空けて耐えようか、ガッツ回復を図ろう、避けてくれ、よし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 、いいよいいよいいよ怖いね。その分相手のガッツはもう、そうだな、うん、あと3発当てたら、ここでここで弱肉強食もう一回発動できれば、そうだね、勝ち確よ、うん、当たれ、よしよし、まひってるまひってるまひってる、もう一発撃つぞ、あーまずい、やばい、撃てるか撃てるか、撃て、当たれ、よーし、やったー、あぶねこれよ、いやーこれだね、これよ、うん、てか弱肉強食なかったら KO されてるからね。そうだね、あぶねー、いやいいね、おー、いいいいね、いや明らかに強いぞまあ、うん、C だとねステータスこっちの方が低いから ね、 そうね、どうしてもギリギリのバトルになりますな、うん、勝てるけどね、多少安定して勝ってはいるけど、うん、強化しないとまずそう、うん、それガッツダウンだっけ、毒技だね、あでもガッツも下がるな、賢さを下げるか、賢さ下げられんのだるいね、結構すぐ回復するんだっけこれ、ちょっと待つか、出た対話、うん、対話だね、あ当たるな、ガッツが、これどんどん技打ってった方がいいな、そうだね、うん、当たってしまえばだからな、うわあー、対話ぐらいガッツダウン効果がでかいとね、そうだね、マイナス40ぐらいだったら使いたいんだけど、ガッツダウンではめる戦法はありだから、あ結構幅ありますね、めっちゃ打ってくるな対話、うん、お前ダメージ与えないと負けるんだぞ、まあよし、はい、優勝です、うん、まあいろんな戦法を使ってくる敵がいますな、うん、ちなみに今日一イライラした、うん、勝ったけど、はっ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 ていう煽り声も相まってな、ね、なかなか高いっす、うん、いやでもよくやってくれた、さあ金のメダル、うん、楽しみだね、ね、まあお店行きますか、順調に命中上がっとるな、うん、おお。よくやった、あ換金ですね、4万安い安いなそっか早かったな馬で、うん、そうか4万 か、 4万か、安いね、あのトレーニングで時々見つけるペダニウム合金の方が全然いい、ね、うん、全然高いですね、うん、あ、ガノー農園の縄張り度めっちゃ下げられちゃった、まあまあ上げてたのにね、ね、そうか、まあ D は楽々でいいかな、いいと思う、うん、大丈夫だよね、レッドキング相手っていうのがちょっと怖いけど、確かに、まあまあまあ、いいね、力はね、